勘弁してください勘弁してくださいここはうちのボスがビルを建てようとしている工事現場だボスの部下はみんな知ってるもちろんここに出入りする業者もみんなボスの息がかかっているこれが何を意味するかわかるよな 仲間みんなで物を作る喜びとゆけ。いたいたいたちょっと無水っす直接的な表現してもらわないと僕業館読むのとか苦手でいくら叫ぼうがここには誰も来ないし、ここに埋められても死体は出てこないということだ。それはちょっと、僕まだ24年しか生きてなくて。そうだよな。人生これから楽しいことがあるはずだもんな。そうなんですよ。 僕、これまでフリーターで、大学行ってたらもっと違う人生だったのかなとか考えながら、今は楽しくないけど、いつか楽しくなることを信じて、ここまで我慢して。お前は大事なものが見えてない。今の言葉の中に過去と未来が出てきた。もう終わった過去と、まだ何も起こってない未来だ。大事なのは、今じゃないのか確かに 今を楽しめないと未来もないですもんね。僕もっと今の仕事を楽しみながら資格かなんか取ります。違う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 。今最も向き合わなきゃいけないのはこのピンチだろ。ちょっと勘弁していただきたい所存なんですけど。なんで俺の場所が分かったたまたま見かけて。浮気調査してた探偵がそのデータを何者かに奪われた。その何者かに。 たたまたま会うかそういうかそいいの多いんですよ、僕旅行先で学校の先生とばったりとかガチでこれはガチでうーん単純な二択なんだけどよ二択探偵の守秘義務と命ってどっちが重いんだ